福岡銀行カードローン、今回の動画では BTS のナムジュンさんの話なんですけど、ナムジュンさんがこうやって Weverse にこういう文章をあげたんですよね。でも翻訳では 100% は伝わらないと思いまして、私がちょっと翻訳させていただきたいと思います。こんにちは。ついに皆様のおかげで私の1周のアルバムが出ますと。4年間一生懸命に準備しましたと。そして、こう、泣きの絵文字もありますよね。そして、この上のイメージは、ムードカットで、シャケシャではありませんと。そして、今までやってきた作業物とはまたかなり違いますし、この翻訳が皆さんからしたらちょっと気になるところだと思いますけど、多分翻訳されたのは、面白い子たちが収録されていますって書いてますけど、この面白い子たちっていうのは、このナムジュンさんの言葉のニュアンスからすると、皆さんの予想を超える、そういう曲たちが待ってるってことですよね。だから12月2日までよろしくお願いしますと。そしてナムジュンって書いてますよね。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、これからも BTS に関しての動画たくさんアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録してまた遊びに来てくださいってことで。